62年に発表された別れの予感、木月みなみさんです。泣き出してしまいそう、痛いほど好きだから、どこへも行かないで、息を止めてそばにいて、体からこの心取り出してくれるなら、あなたに見せたいの、この胸の想いを教えて。悲しくなるそのわけ、あなたに触れていても信じること、それだけだから、海よりもまだ深く、空よりもまだ青く、あなたをこれ以上私に。